今日はまだ12月31日2023年ですで私今あのー、あ聞こえるかな誰か泣いてるの甥 <laughs> っ子が泣いてる <laughs> 私今ね実家に来てて大阪のお姉ちゃん家族もね一緒にいるのでもうめちゃくちゃ賑やかでこんな感じで多分いろいろ鳴き声とかどなり声とかいろいろ聞こえてくるかもしれない気にせず 見てもらえたら嬉しいんですけどで、ここもね、お兄ちゃんの部屋に私は来て撮ってますあの、すごい殺風景やしねこれとか、あ <laughs> いつか反抗期とかに壁でも殴ったんかな知らんけどで、お兄ちゃんも今家でさ、出ておれへんからすごい本当に殺風景なんですけどインスタグラムでね、2023年最後ということでいろいろ質問とかを募集させてもらったのでそれにお答えしていきたいと思います その前にえっと一つお知らせがあります2月1日に私の初めての書籍マイライフが発売されますえ実はね2022年夏とかぐらいから実はもう準備を始めてってで今年のね夏にもう表紙も取っていただいてあとはもう本当に最後チェックして発売をね皆さんにお知らせさせてもらえるなってなってた時にリューチェルがねいなくなってしまってまあ、リューチェルのいない 世界を実感し始めたかなっていう頃に準備してた書籍はじゃあどうするのっていう話になってそこで私もすごく考えたんですけど r ュ u c h e がねいた時の時間のままで皆さんに呼んでもらえたら 息子もいつか大きくなった時にねもし読んでくれる気になったら読んでくれたら嬉しいしと思って今現在の私の言葉も最初と最後にありつつリュ u c h がいてくれた時間の時の私の言葉もありつつで書籍をね書かせていただきました是非2月1日発売なので手に取っていただけると嬉しいです。ということで続いていくね この人人苦手だなっっててがいる時はどうやって接しますかもしどうしても、ね、例えばお仕事とかどうしても関わらないといけない方やとしたら共感してもらえる人いるか分かれへんねんけど自分が苦手やなもうはっきり言って「あかんわこの人嫌いやな」って <laughs>。 思うう方ほど優しくしくちゃうで、それは何でかっていうと言葉選ばずに言うとねこんな人に嫌われる方が損みたいな何て言ったらいいんやろ難しいねんけど猫をどんどんかぶるというかすごくいい人私はすごくいい人だっていう風な気持ちで嫌いな人苦手な人にほど接すると逆になんかすごい自分も大人な気持ちになれるしそういうのはあるかも私は。だから もううやわこの人人人って思う人にほどいい人ぶります <laughs> 大切な人やとちゃんと素でぶつかり合いたいしっていうのはあるんやけどそうじゃない人には自分の素とか悪の部分を見せるのすらもったいないというかなんかそれを見せて何かその人に思われることがも何やろ損もったいないなんか分からへんけどみたいな私はすごいな卑怯な考え方かもしれへんけどそういうのあるからそうします私なら。<laughs> ごめんねもうこれをアップする時はもうおみくじ引いちゃったとかもしれへんねんけど私は大吉が出たらもう最高やったって素直に思うし中吉とか吉その順番わからへんけど大吉より下から全部が出たら「お上がるねー今から上がるね」って思う。<laughs> でもう一番下の「今日」やっけ「大凶とか真ん中なが出たらお「もう今から上がるしかないやん」 って思いまます <laughs> アリソンのししつけどうやりましたか私のことを大好きって思ってくれてるからこそ私を守ろうとして威嚇してくれたりとかっていうこともあるので全然できてないところもいっぱいあるんですけどおトイレもすごく上手にしてくれるしカンって一回教えたことは聞いてくれることが多くて。 昔ワンちゃんのことのねお仕事をさせてもらった時にそのワンちゃんの専門家の方に言っていただいたのが私ってすごく声の使い分けが上手って言ってもらったことがあってそれはね私はねもう7年ぐらい経った今でもすごく自分の中で自信にして <laughs> やってんねんけど怒る時すごい声低くして「ほっ!」みたいな感じで言うの。でもう褒める時は <laughs> って<い>うね <laughs> その声の使い分けは私は大事かなとは思うかな。 ペコちゃんの周りのお友達の特徴今ままで仲良かかったたけど距離を置いい友達もいましたかうーんとね特徴なんやろう結構ほんまにいろんなお友達がいてすごく素敵なお友達にねありがたいことに恵まれてるんですけど今まで結構私は何の山も谷もなく平穏に生きてきたんですけどやっぱねまあこの2年ぐらいはすごく自分の中でも激動な期間やったんやけど、まあ、その中ですごく今までに感じたことのない いい人への感情とかあこういう時に人ってこういう面が見えるんやみたいな部分も正直初めて見えたものがあったりとかもしたから自分を甘やかした方がいい時期って絶対人あると思うしそういう時は本当に自分がもうこのお友達になら何も考えず言葉を発せるし受け取り方もちゃんと分かってくれてるなって思えるそういうお友達とだけ今は会いたいなって 思うんだったらそれはそれでいいと思うから私は自分を甘やかす時期だなって思う時はそうするかなバレををししててていいてかったたとと思うことをお聞きしたいです娘に将来ほんまに私はもうバレエをしててよかったことしかなくてまず姿勢が良くなるやっぱ表現したいという気持ちが身につく <laughs> まあ表現力とかもね身につくと思うし。 あと礼儀とかさそういうことも学べるし何より私は根性がつくと思うので本当にバレエはやっててよかったなってもうほんまに思う最近自分っっって天才だなと思ったあありますかいっぱいぱる <laughs> 息子のねお弁当を毎日作るんやけど前の日にちょっと仕込めるものがあったら仕込んどいたりとか次の日の朝私はマジで昨日の夜の私天才って日々思ってます。<laughs> そういういちょっと1日前とか数時間前の私天才って思うことは日常の中でめちゃくちゃあるしやってるな自分って最近気づいたのが自分のことは天才って思うこともそうやし昨日の自分ほんまにありがとうとか1時間前の自分ナイスすぎるほんまにありがとうっていうなんか過去の自分にすごくありがとうっていう気持ちを持ってます。 水着のデザイン考えてますか。ぜひ三十代後半でも着られる水着欲しいです。あのネットスタルジックでズバナッツに向けて水着をね今進めてます。でも本当に、まあ、水着に限らずなんですが私が着たいと思うものなのでわかんないそのちょっとね気に入っていただけるかは正直分からへんねんけどすごくシンプルででもすごく可愛くて昔にタイムスリップしたような水着なので楽しみにしててもらえたらなと思います。 大切な人がなくなり、気持ちを切り替えることができません。ペコちゃんはどう乗り越えましたか私は、まあ、リュウジュルのことがあって、人がいなくなってしまうことに対しての向き合い方って、ほんまに人それぞれやなって思ったのね。それは本当にもう、体中の水分がゼロになるぐらい、泣いて泣いて泣いて、自分の思いを外に出して、でする向き合い方もあれば、正直100%はもう受け入れられないっていう、 気持ちがどこかにありつつでも日々とにかく前を向かなきゃいけないっていう思いで前を向いて時間をかけて少しずつ少しずつ少しずつ自然と受け入れられてるなっていうやり方もあると思うし。 本当に人それぞれぞと思うのね正解も何もなくて何がいいとかこうした方がいいとかほんまにないと思うから「ペコちゃんはどう乗り越えましたか?」って言ってくれてると思うんですけど私の場合は息子がいて何よりリューチェルぇが残してくれた息子がいて本当に私たちの宝物で何より大切な息子なのでやっぱり息子を守っていかなきゃっていう思いとその息子を残してくれたりゅうちぇるに「うリュちチェル何ももう心配いらないからとにかく見てて大丈夫だから」って 安心して見ててほしいっていう2つの気持ちはすごく私の中で大きいかもしれないだから私もねだから正直わかんない100%もうそれもさ自分でも分かれへんやんなんか受け入れられたのかなとか分かれへんけどもうそれでもいいと思うしだから目の前で今できることを やっていけばやっぱね時間が解決しててくくれるっっいううわけでは全くないと思うの、ね、やっぱそれもさほんまにやっぱその人の人生の終わり方とかその人との関係性とか全部によってほんまに違うと思うからだからこそほんまにその向き合い方とかね乗り越え方はほんまに一つじゃないしもうだから自分の思う過ごし方で私はいいと思いとますニキビが全然治らん時のマインドセットの仕方はありますかニキビができてもニキビかわい。 で思えばいいちょっと前のね多分ペイトの動画でもお話ししてたかなと思うんやけどとにかく目の前にある日々の小さな幸せをちゃんと幸せだと思うこと今日も晴れてるなとか、まあ、私の場合今日も息子が元気いっぱいだなとかアリソンがすごい甘えてくれるなとかそういう当たり前だけど当たり前じゃないからそれってそれをちゃんと幸せだなって思うこと。 ご飯美味しいと思って食べれることとかかなやっぱり来年の目標は何ですか2024年の目標ね本当に私目標とか夢を話すことがほんまに苦手でないのよ本当に言うとしたら2024年も心も体も健康で過ごしたいなっていうだけそれが一番 怒ってもないことに不安や心配になることがありますぽこちゃんはそういう時どうしますかめっちゃ逆かもしれへんねんけど私は逆に何かが起きたときにいやきっとこれから先これ以上のことが起きてしまうかもしれないだから こんなことで私は今へこたれてる場合じゃないしきっとこれぐらいは乗り越えられるみたいな感じで今起きてることよりもネガティブなこと私はいい意味で想像するんですよそうするとじゃあこれぐらいは大丈夫だみたいな感じで私は自分で自分のお尻を叩けるというか自分で引っ張っていけるなっていう感じですっていうようなお話もマイライフでお話しさせてもらっているのでもしよかったら見てみてください <laughs> こんなこと聞いていいのかわからないけど恋愛したいとか思いますかはっきり結論から言うと今は全く思ってないですでもね、本当に私はこの1,2年で人生何が起きるかわからないんだなってことを身に染みて分かったしだからじゃあこの先本当に私の人生何もないのかって言われるとそれはわからない私にもね全くわかれへんしただ私が言えるのは私は何より今 目の前にいててくれてる息子のことが大事で息子のことを守って息子のことをしっかり大きくなってもらうために日々できることをしなきゃいけないっていうかしたいで本当にいろんな考え方があると思うから別に私のこれが正しいとかっていうわけじゃ全くないんやけどあくまでも私の考えなんやけど子供がねねいててくれてる場合私はももちろん自分のことも、ね、大事それは私はそのことは今でももちろん思ってるしでも自分のじゃあよ,よくじゃないけど自分 の気持ちをを優先しして何かをした時にそれによって自分の子供へのことがおろそかになるんだったら私はそれはするべきじゃないというか私はしたくないなって思ってるのね。そんななな器用なことを今の私にはできる自信もないかもしれないからななんかな私はまずはやっぱ子供がいてくれる限り息子のことを一番優先して考えたいので今のところは全くそういう気持ちはないです。<laughs> ジェンダーレスとかそういう系を子供にたちとやすくための絵本をおすすめ教えて私がね一番好きなドラマがアメリカのミュージカルドラマの「グリー」なんですけどグリーの何が好きなところって女の子同士のカップルも男の子同士のカップルも男の子と女の子のことが好きな女の子もあと車椅子の子もダウン症の子も実は文字が読めないんだよねっていう子ももういろんな子がね当たり前に出てくるんですよ。 それが私はすごく大事っ車い子乗ってるけど歌って踊るグリークラブに入ってて車椅子の子がグリークラブに入るまでみたいなストーリーなんて一切描かれないんですよ。 そういうい当たり前にいるっていう光景が私はすごく大事だなって思ってるし息子にもお伝えていきたいなって思ってるからあんまり私はジェンダーレスの子が主役の本とかっていうのは全く私は知らなくて私が一番好きで息子に見せてよかったなって思うのが「いろんな家族」っていう絵本なんですけどその中に「ママとパパと子どものうち」とか「おじいちゃんとおばあちゃんと子どものうち」とか「ママとママの お家パパとパパのお家とかなんかそこを説明するっていうよりもそっかこういうのがあるんだっていうそういう人もいるんだっていうなんかそれだけで私はいいのかなって今思っててそれこそねちょっと問題にもしかしたらなってたかもしれへんねんけど私がすごくすてきと思ったのが映画のね去年か今年かおせたけどバズライトイトヤーやってたじゃないですかそれをね息子バズ好きやから見に行ったらバズのね一番の女の子のお友達が女の人と結婚して。 ってもうバズの映画やから別にそこじゃなくて当たり前にバズのお友達がそういう家族っていう風に描かれててそれとかも私はんて素敵なんだと思ったし息子ににさららっっととそれれを頭に入れてもらえたたののがすごく良かったなと思うのねだからそういう風に何かフューチャーして説明するとかよりも私はさらーっと言っててほしいなーって思うからまあいろんな家族っていう本は私はすごくおすすめです。 ということで少なかったかなごめんね皆さん本当にもうたっくさんありがとうございましたなんかあれかな種類ごとに分けてとかやらせてもらった方が良かったのかなごめんねまた2024年はまたできたらやります本もね発売されるということでちょっと私の思いとかもうお話をさせてもらったんですが2024年もどうぞよろしくお願いします皆さんにとって素敵な年になりますようにありがとうございましたバイバーイ